恐怖の村シリーズは実際に心霊スポットに行って撮影をしているの で、はい、で私も今回北陸最強の心霊スポットと言われている壺の高専に実際に行って、でまさかまさか現地に行ったらスタッフさんたちもいないような状況で、うん、カメラ持ってコウキちゃんとかリコちゃんと一緒に心霊スポットで撮影するっていう、その場ならではの緊張感をスクリーンを通して見ていただけたらと思います、はいはい、いや本当になんで、はい、危ないじゃないですか普通にあそこ廃墟なんです よ、 ですよ、ね、なのにスタッフさんたちがですよ、ね、あれどこみたいな状況でコウキちゃんたちと、はい、いや頑張ってきたのでぜひ見てください、